こんにちは、のばです。パープルプレイやっていきます。今回は、攻殻砲を捨てろ、新しい総力121デッキですね。やっていきましたので、皆さんにお届けします。よろしくお願いします。ということでね、ちょっと新しいデッキ、まあ、ちょっと目新しい感じのものもやっていこうかなってことで、こんな感じで組んでました。かぐや、そして、ピエロ、イチロー、トグサ、かやのちゃん、で、おたま、サポートに、今回は、この葉と、あとは、阿久津ですね。入れてました。これで、総力が121組むことができて、で、106も、1、2、3箇所ですね、作ることができましたという感じでした。結構まあ面白い感じだったので、ぜひぜひ見ていっていただければ嬉しいかなというふうに思います。それでは、どうぞ。はい、ということで早速やっていきましょう。ビルドパワーと招きですね。で、今回は、ビルドパワードリンク持ち込んでるんで、割と序盤は精神を踏んだ方が、まあ安定するかなというところです。体力の維持が、タックを仕掛けられる前まで持たないので、まあそこは頭に入れながら動く必要があるかなというところです。やっぱりカロリーバーかマックスパワードリンク持ち込まないと、この残り6ターンまでは、どうあがいても厳しいですね。まあ本当に、こう、前目の体力回復イベントがちょろっと、残り7ターンで起きるとか、まあそう、あとは和田水葉がうまいこと踏んだ時に、その裏側にいてくれるとか、そういうのがない限りは、まあ厳しいかなというふうには思ってます。で、このデッキは、やっぱり精神がなかなかこう入れづらいので、まあ一郎さんとか、あとはトグサ、そして、ピエロ、まあこのあたりがタックした時は積極的に絡んでいきたいなというところです。で、筋力と特に敏捷点ですね。まあもうほんといらねえわってぐらい入ってくると思うので、まあ、そこに関してはもうコツとかも一気に自家ドリル潰しながら前に進めればいいのかななんていうふうに思ってます。で、これどこ行くかねと。まあ打撃ももう埋まってるのと、筋力今回踏んでも仕方がないので、さよならとこを取っとこうかな。どうしよう。まあ筋力踏みますか。まあここ埋めとくと、あとは、まあ、サーチ機能みたいので使ってはいけるので、まあ、神様どこいんだろうな、みたいな。まあ、それだけのために一回踏んどくぐらいの感じですね。うまいこと阿久津が絡んだんで、おー、ナイス走塁。体力もうまいこと戻せそうだし、ヒアルカーも、ちょっと他が光ってないですけどね。まあまあ、いいでしょう。まあ、メンタルでもよかったかもしんないけど、まあいいでしょう、ここは。ありがとう。まあ、光るかどうか分かんないんでね、本当に序盤って。だから本当に、この、初評価が高いキャラクターの、有用性っていうのは、すごい感じるところですね。カエノとか久しぶりにメインで使うな。もう本当に、天命出たばっかの時はね、ずっとカエノだったんですけどね、本当にこう、ちょっとしたことで、こう、入れ替わるというか、まあ本当に、あれですよね。モコバが強すぎて。モコバの精神ボーナスが偉すぎてね。カヤノが精神ボーナス本当にちょっとでも過ぎてたらね。普通に使ってると思うんですけどね。おお、打撃光ってますね。あーまあ、一人か。だったらメンタルでも良さそうですね。うん。で、体力の最大値を上げれました。通常一郎さんを使うとここがね、8一気に上げられるんでかなり大きいですよね。メリットとしては。打撃が光っている。おお、結構強いですね。これだったら、まあ、ハニオモチも隣だしね。守備でもいいんですけど、まあ、普通に拾ってっていいような気はします。ちょっとね、ヒアルカがね、さっきからあんまりうまく活かせられてないので、なんとも言えないところはあるんですけど、まあ、タックの質としてはそこまで悪くはないかなっていうところです。うん。粘り打ち。おー、気泡玉入りましたね。うん、走塁ですね。トグさんの評価も一気に上げられそうです。アベヒー。あー、ありがたい。で、かぐや走ったんで、これですでに12最大値上がってますね。結構いい感じで進んでる。うん、コインランドリー行きます。あっきゅうちゃん別にコツいらないんでね。ああ、悪くないっすね。あ、これは、だですね。どう考えても。一発で埋めてくれてめちゃくちゃありがてえわ。それも、さすがにレベル3で潰しちゃいます。粘り打ち取っ
で、ここは行きましょう。うん、いい感じで、セグイジ終わりそうですね。シワカマル。はい、ということで、9665点ですね。点数的には、まあ、バッチリ入っているので、セクニックを期待したいですね。はい、ということで、続きやっていきますか。まあ、1万点出てて、結構いい形にできてるんで、打撃欲しいな。打来てくれると、めちゃくちゃありがたい。しかも、人、めっちゃ固まってくれてますね。これ、強いな。これは、いい打撃入りましたね。相当強いな、これ。よし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 。これは、いい感じ。これは3人キャラ固まって全員、やる気、いや、まあ全員じゃないか。全員じゃないけど、まあやる気がある程度固まってくれていて、かつね、ポイントバランス的にも、まあ敏捷はね、マジでいくらでも入ってくるんで、とにかく打撃をね、どれだけ踏めるかにかかってるんで、まあそこがね、うまくいくといいなぁとは思ってます。これ相当強いでしょう。気泡玉も入っとるしな。素晴らしい。これ以上ない感じでしょう。タックが一郎さんだとより良かったけどね。うん、ただ精神はやっぱそんなには、こう、期待はできないのかな、精神はな。うん、これ体力も減ってるんで、サクッと水取っちゃいたいですね。やるか、3箇所か、取りてえな。ちょっと遠いんですよね。3つなんで。まあ、いいか、これは。あ、どうしよう。ちょっと落ち着いて考えよう。精神が、まあ、入るっすね、ある程度。ただ、これ移動さすと、結構なダメージは受けるな。耐えてもいいな。っていうのも、敏捷点別にいらないんですよね。これ、筋力の方が、入ってきそうなのもあるので、今回はちょっといいかな。光3箇所で強いですけど、ちょっと6個移動させるほどかと言われるとなかなか、いや、移動させるほどかもしんねえ、これ。移動させるほどかもしんねえな。111まで上げる。移動さしてもいいか？ここは行くか。いや、これ精神入るかな？ちょっと怪しいな。この二人だとね、筋力がバカッと入って、筋力敏捷で終わる可能性あるんですよね。あ、入ったわ。441か。うん。まあ、なんとか、どうにかこうにか入れたいところはここなので、サクサク入れていきましょう。あとは、この辺の、基礎値を91まで上げて、天才覚醒がね、結構最近裏でね、ちょこちょこ天才覚醒するので、まあやっぱ上げとくのは割と大事だなぁなんていう風には思ってます。あと敏捷点はいくらでも入れられるので、敏捷系のコツですね。持ってる打開とかはサクッと取っちゃった方がいいかなという感じはありますね。96、ここまでは OK。はい。で、逆境、いぶし銀、ささやき、打開を取ればいいか。打開だけ取っとけば、あとは大丈夫ですね。打開、打開レベル1もらっとんだ。はい。とにかく、打撃と、まあ、走塁ですね。ここを埋めていきたいというところです。ローボールもらう。あ、1人か。ここは走塁ですかね。ああ、もう人いないしね。うん。筋力も、まあ、割かし入ってはいますね。怪我。降格はいつでもいいので、タイミングは。まあ、本当に手が入った時に、どうしよっかなっていうぐらいの感じで、いいかなと思ってます。牛若とかもあんのか。まあ、ちょっと振り始めますか。ちょっとどれくらい振っていいかわかんないので、様子を見ながらゆっくりとですが、まあ、ただ今順調だと思うのでそこそこ対左狙って開眼してもいいが、バランス的にどれ開眼するっていうのが多分敏捷と強いね。ここ3人来たな。取っ
ってもいいけど打撃も強いっすね。あーどうしよっかな。絶対バランス的にはダーを先にね埋めていきたいんじゃないかなというふうには思ってます。まあただお持ちの数とかねいろいろ考えるとなかなか難しいですけどね。ここはダーいきます。はい、ダーを埋めていきます。印象はマジで大丈夫。よいしょ、ナイスー。印象はマジでナイス。あーどうしよっかなー。これちょっとグキる可能性ありますが、肩ですかね。それはまああれなんで肩かな。ちょっとまあ怪我あっても怪我なくてもまあどっちでもいっちゃいいですが、ここは肩いきます。ナイス、いいね、打撃来い。メンタルでもいいけどね、とにかくどっか光って。これはオッケー、打撃。さてこれはしっかりと入れていきたいところ。紫、あーなんともわからないね。はあはあはあ、水入れたら終わるな。紫かな、3か。次、練習踏める気配ないな。ダブルタックにはなってるんですけどね。これは、こうか。さすがにまあ、こうですかね。ハニアは3ターンで。あ、まあ、入れてあげればいいかな。はい。これで、墓地がなくなりました。いやー紫入れたかったなー。これ2個基本玉だったので割と強いんですよね。ただちょっと次12月4週だったらね都合良かったんですけど、ちょっとさすがに無理でしたね。うん、ダー入ってないね。走塁も微妙。ここは肩でサグッと埋めておきましょう。まあ、肩もそのうち踏めるときにね踏む感じになると思うので。下やっぱ精神だな。どう考えてもどうあがいても精神がたなんで、精神をうまく使わないようにね立ち回ってはいきたいですね。これは最悪なパターンだったな。これはね痛いですね。だー、いやーちょっと埋めるとこないな。ああ、これはダー行きます。打撃に行って、まあ、うまいこと、さよならの起点にできたらいいかなっていうのと、来い、サポ！いやー、来ない。サポ来ない。やっぱこういう時にね、おー、いらんな。いらんな。特殊な技能で。はい。いや、ダメか。三振だったらまあ大丈夫ですね。かぐや。ああ、守備埋めましょう。これで一気に埋まりました。ちょっと打撃も走塁も埋まってないんで、かなり怪しいですが。ああ、肩行きましたね。よかった。これは助かる。いや、ちょ、待て。持ちが足らないな。持ちが足らなくて動けないパターンのやつですね。ここか。守備職人取りますか。アベレージヒッター。あとは、あれ取っちゃいましょう、怪我。はい。これでいいかな。うん。これで踏んでいきます。ビルドパワー使うか。ちょうどいいかな、体力的には。うん。いいんじゃない。うまい感じで回避はできました。次、打撃も踏めますね、もしあれだったら。ほう。守備で水、近場に来ないかな。水。いやー、隣だったら嬉しいけど。来い！ナイスー！これはでけえわ。ハニアは別に入れなくていいですね。っていうか、水は限界だったな、これ。すごいギリギリの戦いでしたね、今。ギリギリの戦いすぎたな。チャンスメーカーも取るか。逆境とかもいいような気はするんですけどね。リベンジ、連打。ささやきとかも、まあ、取ってもいいような気はしますが。まあ、ある程度、うまいこと、さばけてる。
これでいいかな。臨床系取っちゃいましょうか。臨床はもう絶対大丈夫でしょ。はい。いいね。ただ餅だけがない。餅がマジでないな。低級。まあ悪くないんじゃない ?31,464。いい感じで点数入ってますね。で、まあ何がいいって、体力の最大値がね、相当上がってるんで、おお、ありがたい。まあ、そこがかなり大きいなという感じです。で、まあうまいこと格も上げずにね、触れてるので、ね、ポイント。まあこれは、想像してたというか、ある程度、こう、自分がやりたいようにはできてるかなというふうには思いますね。ナイス。やる気が下がらなかった。ははは。まあまあ、踏むとこあってよかったって感じかな。キャマルトル。あとは、まあ、左、どうしよっかな。まあ、ほぼ間違いなく対左って、あれなんですよね。もらえないんですけど、まあ、もらえる可能性が一応あるので、イチロー選手からね。その辺が、なかなか難しいなという感じですが。ささやきとか大変か、いいやろ。これで、守備踏みます。走塁踏みてえな。走塁踏めると、まあ、バランス的には、ナイス不眠症からの、走塁。いいですね。いやお玉か。精神入んないやつですね。ただまあ。水と、光。光ここか。遠いな。水は、ほぼ間違いなくこの辺っていうのはわかるんですけど。いやー、どうしよっかな。メンタルはないな。打撃、光はここ。水はこの辺のどっちかなので、あーどうしよっかな。水次第的な感じはあるな。7か。水が守備にいれば全然話変わるんですけどね。光で打撃で踏むか?いやー、これはちょっと和田水派の様子見よう。あ、大丈夫でした。じゃあ打撃に寄せて。踏みましょう。これはね、積極的に取っていかざる得ないというか。精神、はい。370、大丈夫ですね。まあ、あとはとにかく、走塁ですね。筋力と、あれを入れなきゃいけないんで、まあ、肩とかも重要なんですけど、技術精神は思ったよりうまく入れられてるので、おー、強いじゃん。光入れられれば完璧。え、入れられる。完璧。ちょっと水の効果はまるでないですが、かなりいい感じですね。よしよし、いいよ。これはいい感じですね。はい。しかもここお餅が3つもらえる場所なんで、ありがたいですね、余計。よしよしよし、いいよ。技術精神で。ナイス不眠症。うん、今いい感じだな。肩、取りたいけど。おー、いけるやん。肩いっていいですね。ヒアルカーがうまいこと肩なんで、これは助かるっすね。よし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 。96、106いいよね。で、この辺ももう上げちゃいましょう。多分まあ、さすがに覚醒しないんじゃないかなというふうに思うので。で、これは101で止めて。走力も121。これでいいかな。はい。で、バシッと。いいね。うまいこと踏めてるわ、いろいろ。うん。またタックしている。メンタル。ちょうど体力はあれだし。ヒアルカも持ってこれるっていう、凄まじい感じですね。これはありがてえわ。よう粘ってるわ、本当に。って思います。これ106いっていいね、じゃあ。106伸ばして、チャンスとかがな。この辺がわかんないですね、現状は。ひぶし銀、ラッキーボーイ、オッケー。本類生還も良さそうだけどな。割と精神余裕あるんですよね、見てる感じ。スキ
敵の死者まだ全然やな。筋力の方がなんか怪しくなってきたな。うん、筋力の方が今は怪しい感じですね。はい。走塁踏みたいな、だから。俺はマジでいい感じで踏めてるわ。うん、チャンス入りました。おたまが走った、走力ブースト。もう取っちゃったけどね。ナイス走塁。1か。わー、こっち3だな。1と3だったら、まあ、絶対こっちに行きたい感はあるんだけど。バランス的には先に踏んであげないとなかなかっていうのはあったりはしますね。いやー、どうしようかな。いやー、強いんだよな。いやー、打撃がね、これね、凄まじい綺麗なんですよね。ポイントをさばけるかって言われると、まあちょっと怪しいところではある。もうさばくところが割となくなってきてるので、そう思うと、まあちょっと厳しいよなっていう、バランス的にはやっぱ先踏みたいよなって感じはしますね。うん、これはしょうがねえな。妥協とかではない。ナイス！それはでかい。気分転換します。この砲玉を入れてくれたっていうのは、それだけで価値ありますね。肩強いじゃん。肩入れましょう。いいね。バランスが、マジでいい感じになってきたわ。はい。しっかりと回収したいものも回収できてる。ちょっと月の使者だけね、なかなかあれなんですが。はい。盗塁取りたいな。うん、打撃も入らないので、おお、一撃。これ月の使者も発動してるしな。いっていいな。結構すごくない？想像してるよりは全然上振れてますね。マジで上振れすぎててちょっとびっくりしている。うん、想像よりは 100% 上振れてますね。特に精神こんなに入るなんて全然思ってないんで。筋力がな、逆にしんどいな。まあ、お玉入れてるんで、マジで筋力と敏捷はね、死ぬほど入ってくるんじゃないかなっていう想定の上始めてるんでね、デッキ的にも。おー、なるほど。これはだですね。すごいことになってきたわ。後ろが逆にしんどいっていうね。魔術師とあと心眼？イブシギンも取りましょうか、さすがに。この辺戻っていいね。まあ、海岸を遅らしていきたいので、できる限り。心眼取る。本心。これであとどれぐらい？ああ、まあ、一応大丈夫だが。ちょっと敏捷点もなくなってきてるんで。盗塁踏みたいな、先に。走塁根かね。おお、強い。マジで超集まってんだけど。これは踏まざる得ないやろ。っていう感じですね。これはさすがに踏んだ方がいいですね。技術精神がとんでもないことになり始めております。ちょっとさよなら行きますわ。もう待つ理由もほとんどないですね。うん、うまいこと言ってますね、現状。で、まあ、なかなか振るところがあれなんですが、1150ね。はいはいはい。まあ、こんなもんでいいでしょう。で、水は入れなくていいでしょう。遠いしね。はい。ナイス！これはナイス打撃。まあ、かぐやとかの筋力組がね、絡んでくれたらより良かったですけど、まあ、全然いいですね。強。かくらん。そう、走塁くれ、マジで。走塁をくれ。ここを踏んでいかないときつい。うん。印象というよりは筋力がね、結構きついですね。いいんじゃない？これ、本当に。おー！ 55,932! いいよ！非常にいい感じで進行していますね。あとは回収と、もろもろが。おー！走塁位置か。取っちゃった方がいいか？
応黄色と、あ、ソーリーめっちゃ遠い。踏めるけど遠いやつですね。まあいいかもなこれ。1、2、3、シナとシラーと両方入れられるよね。水は無理だけど、まあ、これはいいかもな。こう待ってて来ないが一番きついからな。ちょっと筋力組がね今回いなかったんで、どうしよっかなみたいなところもあるんですけど、筋力組がおらんな。これはま、やれー、よかった。筋力足りません。自分でいきます。筋力圧倒的に足らんな。敏捷点はやっぱりいくらでもっていう感じではありますね。いやーちょっと今我慢だったかな。ちょっとまあ難しいところでしたけど、技術、筋力足んね。いきましょう。はい、勝てました。オッケーですね。次行きましょう。ちょっと肩に依存しそうだな。はい、餅つきで筋力。肩と、この辺踏んでくしかないよな、肩と。っていう状況には今なってますね。で、敏捷をさばくのにこうなるから、筋力は割と厳しいですね、今。サポ、頼む。阿久津。阿久津くん。ほい。なー、来ない。はい、これはね。臨床点さばけるんで。こことここ踏みたいんだけど、いねえな人が。ああ、強い。これは、もう間違いなく強い。さてさて。一層と、あれが入ったね。基礎本能入りましたね。博覧も OK。これで取れるかな。908か。ちょっと振った方がいいっすね。はい。いいね。このセクションも経験点いい感じですね。ちょっと筋力がっていうぐらいかな、マジで。やる気、やる気がちょっと辛いが。あー、かぐや入れたいか。はい。ヒアルカーに祈りましょう。筋力、臨床よりね、筋力の方が欲しいので。わー、まだ水入らん。いいかも。うん、光らず。光らずなので、おー、ほう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 。もう守備とかいらないので、まあ、とにかく、この筋力が入るところをね、なんとかしながら、やる気を戻してくれたら最高だが、やる気が戻らない。引かんねえ、マジか。ほう。これ取ってもいいか？取っちゃってもいいかもな。先天すごいね、これ。はい。さっさとかぐやのあれを終わらすのと、ここ一応3つ持ち入ってくるところなんで、まあまあ悪くないかなっていう感じです。守備か。そうじゃねえんだよな。ちょっと回収しきれるか怪しいな、これ。っていう状況ですね、正直。回収しきれないだろうな。うん。まあ優先順位つけて、特に筋力と敏捷ですね。まあそこに固まってきたら、一気に。まあ、突っ込んでいく感じかなというとこですね。おーい、これはダメでしょ。これはダメでしょ。はー、それはいかんわ。3000点変わるわ、これ。いやー、ちょっと痛いなー。それはダメ。あー、これはありがたいんでいきますけど。わー、ちょっと1ターン、だいぶ無駄したね、これ。一応、拾っていく。わ、痛いわー。筋力。まあ、敏捷はいらんな、やっぱな。カタレン欲しいですね。カタレンくれんかなー。敏捷は絶対いらんな。カタレン欲しいな。あと、パワーヒッターとかもまだなんで、筋力マジでだいぶやばいっすね。後ろの方のポイントはいくらでもあるんで、まあ、何かあればさばけますって感じか。はあ、はあ、月の使者取れるね。はい、これでいきますか。はい、勝てました。 OK ですね。肩肩肩肩、マジで肩きて、マジで肩きて、肩。うわー、守備、守備は無理。守備とか取ってる余裕ないよな。別に取ったところでもうポイントいらないんで、だったらここ行った方がいいなっていう感じですね。まあ、ここ行くんだったら、まあ、これでもう海岸を済ませていきましょう。
ストライク送球。まあ安いけどな。筋力使わないやつがいい。確かに使わないし、敏捷点いらないんで。まあありか。取るか。電光石火取りましょう。効率とかっていうよりはもうもはやいらないんで、ポイントが全然取れるっていう話ですね。電光石火取るか。で、行くっきゃねえという感じになってますね。ここはバランス的にも。ふい、ナイス。ようやった。カタ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 頼む。カタ光って。うおー、光った。ありがとう。しかもいっぱい光っている方が。これは筋力欲しいんで。やるかを、肩入れまして。で、これ踏んで、バランスが、なんとか、整ったというところですかね。よう整ったな、これ。いや、もう、若干、諦めムードもあったんですけど、なんとか行きましたね。うん、やっぱ、敏捷は、本当に、いくらでも感はありましたね。これは、余裕で整ったな。はい、行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。いやー、でもマジで7月1週の、6月4週どっちかわかんないけど、あそこのなー、あれがなければなー、だいぶいい感じでしたね。これはあとここだけ取って、終わりなんで、まあ、集められるだけ人をここに集めたいいかな。特に、ほのかずちとかね。オッケー。ほのかずち、みのかずち、はにやもち。はい。3人集めて。で、便所店いらないという感じにはなってますね。ちょっと振りつつ。精神大丈夫か？はい。うん。まあ最終的には、あれですね。便所と技術かなっていう感じの割り振りになりそうですね。便所はマジでいらんな。何をどうやっても、もうこれは、2000点近く余りそうな司令塔。まあそう思うとさっきの電光石火やっぱ間違ってなかったなって感じはしますね。切り込みはもう2回目なんで、これはさすがに取ります。広角どうすっかな。広角どうすっかな。アウトコース、速攻。筋力は使いにくいな。アウトフィールダーとかもまあ、いいんでしょうけどね、これ。強っ。あー、なるほど。これは筋力入っとんな、この打撃は。精神もいい感じです。はい。どれぐらい振れるかな。どれぐらい振れるかな、マジで。はい、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。ちょっと、広角打法ぐらいは、もらえないか。もらえないか。もらえんかなとかちょっとだけ期待したんで。こう、プルヒー取ってもいいか？マジで。プルヒー取ってもいいのか、これ。まあ、当然この方がね、査定は伸びるんですけど、安いよな。ラインドライブになりそうだな、そして。ラインドライブになりそうだ。っていう感じのポイントバランスしとりますね。すごいよな。122、やっぱ130、141、151ぐらいよね。組めると、非常にいい感じになるんですけどね。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。パワーヒー無理やな。筋力を一番入れられそうな練習に行きます。どうすっかな。パワーヒット。スターは欲しいですけどね。ラインドライブになるんだろうな。まあ多分こうなるんでしょうね。っていうのと、まあ敏捷点はやっぱどうあがいてもさばききれないかなという感じですかね。はい、行きましょう。はい、勝てましたということでね。わー、なんか本当にあと1、2ターンのな、筋力バカバカっと入ってきたらまるっと変わってましたね、選手の質が。ちょっともったいなかったな。ま、あの辺が、分かれ目というか、まあ、どうしようもできないんですけどね。まあまあ、これも、デッキとしては、一つ、まあ、ありなのかな、なんていうふうには思ってます。マジでね、オトマがね、もうちょっと噛み合ってくれれば、よかったな、という感じですが。
77,896 ですね。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,19,20段ですね。52,78,23。そして、敏将と技術が3000点余りました。はい、ということで、最終が PB8 の3メモリくらいですね。ちょっとね、無駄ターンがどうしてもって感じで8万点届かなかったんですけど、やっぱそこが入ってれば全然違う結果にはなったかなっていう風に思うので、マジで紙一重かなっていうところで、もう少しこれは突き詰める感じもできるかなっていう風に思いました。まあ、ただね、敏将点がね、やっぱね、この121でも全くさばききれてないっていう問題点も一つ出たので、まあ、そこに関しては、もう少し、こう、ひねった方がいいのかな、なんていうのも同時に思った感じですね。ただまあ、面白いと思うので、ぜひぜひ試してみていただければいいかなっていう感じでございます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。